世界を、そこに生きる人々を愛さない者に支配者たる資格はない。俺たちの奴らの生身の人間、そんな絶対の善悪なんてもの人間には決められない。やっせ、でも家庭こそが重要なんだ。這いつくばって死ぬか、剣を握って死ぬか、これで決める。